て今小さなネギを立てている妹よ。お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装着るのか。悪いのだから俺は随分心配していたんだ。あいつは俺の友達だから、たまには3人で死に、お前一人、お前一人だけが心の気がかり。明日お前が出て行く前に、あの味噌汁の我慢しなさい。そして